あはは大声であははと笑ったいひひ彼は悪いことを考えていひひと笑ったうおん 狼がうおーんとほえたうふふかのじょはうふふとほほえんだうほうほゴリラがうほうほとないた。 えん,、えー、んまだ遊びたいのにえへへ彼は褒められてえへへと笑ったおほほ。 彼女はおほほとた高笑いした。カーカー。カラスがカーカーと鳴いた。ガーガー。 アヒルがガーガーとうるさい。ガオー。ライオンがガオーと吠えた。カサカサ。小さな虫が髪の上をカサカサと歩いた。 ガサガサ。草の中でウサギがガサガサと動いた。ガサゴソ。カバンに手を入れてペンをガサゴソと探した。ガシャガシャ。

台風で窓がガタガタとなっている。ガタ彼はガタッと突然立ち上がった。カチカチ ペンの先端をカチカチと押す。ガチガチ寒さで歯がガチガチとなる。ガチャガチャ トラックに乗せた皿が振動でガチャガチャ鳴っている。ガチャン皿を落としてガチャンと割れた。カチンカチン 職人が鉄を工具でカチンカチンと打っている。カッコウ。カッコウがカッコウと鳴いた。ガミガミ。 母はいつも怒ってガミガミと私を叱るがやがやお祭りはたくさんの人でがやがやしていたからから れれたたた。部品が取れたとをっら、なかでががし彼は重そうなスーツケースをがらがらと引いてきた。 カリカリ。リスがカリカリとくるみを食べているガリ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 と氷を削る音がしたカンカン。 カンカンと小さな銅の鐘を鳴らす。ガンガン足でドラム缶をガンガンと蹴った。キーキー その自転車そろそろ油をささないと車輪からキーキー音がするキキシキシ。古い木製の床を踏んだ時キシキシと音がした。 ギシギシ、この床壊れそうだね。ギシギシと音がする。ギャーギャー、女の子たちが喧嘩をしてギャーギャーと騒いでいる。 ギュルギュル。お腹がさっきからギュルギュルなっています。トイレに行きたい。クスクス。T シャツの表と裏を逆に着ていて、知らない人にクスクスと笑われた。 ぐすぐすお菓子を買ってもらえないからっていつまでもぐすぐす泣かないで「くちゃくちゃ」授業中にくちゃくちゃと音を立ててガムを食べるのはやめなさい。 ぐつぐつ。シチューが鍋の中でぐつぐついっています。ゲホゲホ。先週はひどい風邪をひいて、ゲホゲホ咳が出たんだ。 ゲゲラゲラ気づかずに犬の糞を踏んで友達にゲラゲラと笑われたケケロケロカエルがケロケロと鳴いた。 ゲロゲロガマガエルがゲロゲロと低い声で鳴いた。ゴーン和尚さんがお寺の鐘をゴーンとついた。ごくごく

暗闇の中からごそごそと人が出てきた。コツコツ。綺麗な女性が高いヒールを履いて、コツコツと歩いてきた。コトコト。 水と食材を鍋に入れて、弱火でコトコトと煮込みます。ごとんお父さんが大きな石をごとんと落とした。ごぼごぼ 大雨のとき、マンホールの下を水がごぼごぼと音を立てて流れていた。ごぼ。ごぼという音がした後、詰まっていたトイレが流れた。こりこり。 漬物をコリコリとかぞくぜんいんがかぜコンコンをひいてコンコンとせきをしている。 コンコン誰かが突然コンコンと扉をたたいた。ゴンゴン彼は怒って、拳で机をゴンゴンとたたいた。 ザーザー雨は強くザーザーと降り続いているサクサククッキーを食べるとサクサクするザクザク。 雪が積もったので、ザクザクと雪かきをする。ザザ波がザザーっと引いていく。ザワザワあそこで事件があったらしい。 たくさんの人が集まってざわざわしているでしょう。しくしく彼女は飼っていた犬が死んだとき、静かにしくしくと泣いていた。 シャー。ヘビがシャーと舌を出した。ズシン巨人がズシンと座った。ズズー お皿に口をつけてスープをズズっと飲むのは行儀が悪いよ。ズドン大砲がズドンと落ちた。ズルズル ラーメンの麺をずるずるとすする。ダダダダ向こうから母がすごい勢いでダダダダと走ってきた。チューチュー

ちりん少し風が吹いて風鈴がちりんとなったドカンさっき車と車がドカンとぶつかったドサ。どさ 彼は疲れて帰ってきて、どさっとソファに座った。ドドドド牛の大群がドドドドと走る。ドン 大きな男の肩に、どんと強くぶつかってしまった。トントン。その男の子は扉をトントンと叩いた。どんどん。 はなびがどんどんとうちあがるにゃーにゃーどこかでにゃーにゃーとこねこがないていますパーン 彼女は怒って彼の方をパーンと強く叩いた「パオーン」「象がパオーンと鳴く」「バキバキ」 太い枝をバキバキと折る。パキパキ細い枝をパキパキと折る。バサバサその夫人は大きな扇子をバサバサと仰いだ。 たちが水をパシャパシャとかけあって遊んでいるバタ。彼は疲れて帰ってきて、ばたっとベッドに倒れた。 バタバタ大きな旗が風に吹かれてバタバタとなっている。パタパタうちわでパタパタとあぐ。バタン 彼は怒って勢いよくバタンと戸を閉めたパチパチ観客がパチパチと拍手をしたバリ。 よくくっついた壁のシールをバリッと剥がした「バリバリ」「おばあさんがバリバリとかたいせんべいを食べている」「パリパリ」 おじいさんがパリパリと薄いせんべいを食べているバン社長は怒ってバンと机を手のひらでたたいたバンバン。 西部劇のカウボーイたちが銃をバンバンと打ち合っていた。ピー炊飯器からピーという音がした。ご飯が炊けた合図だ。 ひそひそ彼女はひそひそと小さな声で彼の悪口を言ったひひーん馬がひひーんと鳴く。 ヒューヒュー。窓に隙間があるのかな。ヒューヒューという音がする。ビュービュー。台風の時は風がビュービューなります。 ピューピュー口笛をピューピュューーーと吹くヒュイーンその男の子はヒュイーンと高い音を鳴らしながらラジコンを爽快に走らせている。 ビュンビュンそのテニス選手は大きなラケットをビュンビュンと鳴らして練習しているュュンピュンバドミントンの試合中羽の音がピュンピュンと聞こえた。 ピオピオひよこがピよピよと鳴くビリビリじょうしはいらないかみをビリビリとやぶいたピンポン。 玄関のチャイムがピンポンポと鳴った。ブーブー。彼らはブーブーと不平不満を言ったブーブー。豚がブーブーと鳴いた。 プーン寝ていたとき、ぷーんと蚊が顔の近くに寄ってきた。ブクブク水の中で空気を出すと、ぶくぶく音がする。 ププチプチたくさんのダニをプチプチと一匹ずつ潰すブツブツ彼はいつも低い声でブツブツと独り言を言っている。 ブヒブヒ、野球のバットを勢いよくブンブンと振り回してはいけません。 ペタペタ。子供が知らないうちにペタペタとシールを貼ってしまった。ペチャクチャ。女の子たちが廊下でペチャクチャと楽しそうに話をしている。 ペラペラ。髪を上下に振ると、ペラペラという音がします。ほうほう。フクロウがほうほうと鳴く。

そんなに小さい声でボソボソ話してもわかりません。ボタボタ天井が雨漏りしています。ボタボタと水滴が落ちています。 ポタポタ蛇口からポタポタと水が落ちていますポッポー汽車がポッポーとなったボン こののをその液体に混ぜたたにまぜら、ボンと彼は友人を慰めるように、その友人の肩をポンポンとたたいた。 みーんセミーン蝉がみーんみーんと鳴く。メー羊がメーと鳴く。メソメソ。 その男の子はいつも弱気でメソメソと泣いているワーワー暴動が起こって大勢の人がワーワーと騒いでいるワンワン 犬がわんわんと鳴く。本日の勉強はここまでです。もし、この動画が役に立ったと思った方は、ぜひ、いいねボタンを押して教えてくださいね。そして、もっと勉強がしたい方は、おにぎりくんの公式サイトもご覧ください。日本語の発音と会話練習用のアプリもダウンロードできます。 また個別指導をご希望の方はそちらからお問い合わせくださいねこれからも一緒に頑張りましょう